こんにちは、スタイリストの山本です。今回はですね、皆さんまたいつもと違った環境で動画をお届けしたいなと思っています。今日僕がお邪魔しているのはですね、ムジラボさんのですね、秋冬の展示会ですね、こちらにお邪魔させていただいています。まあですね、今日もいろんなですね、ファッション系 YouTuber の方、見たことある方がたくさんいらっしゃいます。ウルマさんもいるし、アムーさんもいるし、はじめまして。ちょっとじゃあ映してあげてください。ほら、知ってる方いっぱいいますよ。ゆうまさんもいるし、本当にね、皆さん有名な方がいらっしゃって緊張しますけどもね、その中でちょっと今日はね、お届けをしたいなと思います。はい、ということでね、まあ、僕もムジラボさんの商品っていうのは日頃から見ることがあるんですけども、普段はですね、なかなか店舗に置いてないものも多かったりするので、今回展示会に呼んでいただきまして、その中でですね、こう実際に試着しながらね、皆さんにお届けできるのがとても楽しみにしているわけなんですが、ちょっとね、限られた空間の中でワイワイとしていますが、ぜひ皆さんも最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、いろいろと商品着てみたいなと思うんですけども、まあ、ムジラボさんの商品ね、僕も、まあ、何回かお店で見たことがあるんですが、まあ、ベースは無印さんらしいですね、ベーシックで定番的なデザインなんですけども、そこに対してサイズ感が通常の無印さんに比べるとさらにこうゆったりめになっているので、まあ、トレンド感とかがよりですね、エッジが立っていて、なんかこう服好きの方に刺さりやすいようなものが多いんじゃないのかなと思うんですね。その中でちょっと早速ですね、いろいろと着てみたいなと思うんですけども、こちら皆さん見てください。いわゆるこうカバーオールみたいなデザインですね。これもね、先ほど説明を受けたんですけど、とっても良かったんですよね。ちょっとこちらに鏡があるので見てみたいと思いますが、はい、どうでしょうか。なかなか素敵ですよね。これ今着てるのが L サイズなんですけども、かなりゆったりめのサイズ感ですね。肩のラインも落ちていて、今トレンド感あるこのカバーオールなんですけども、まあ、ディティールはですね、結構省略されている部分があって、ワークテイストなんですけど、かなりスッキリとした印象に仕上がってるかなと思います。まあ、素材的に今季は結構ワークだとか、あとはもう汚れづらさとか、撥水加工もあったりするので、割とこうキャンプシーンとかそういったところでも使いやすいような、そんなものが多くなってるんですね。これまさしく僕キャンプやるのでめちゃくちゃ着たいなと思う一着なんですね。でポケットも結構充実していまして、こちらにですね、見えますかね、ここに大きめのポケットがありまして、ここにこう本が入るぐらいのスペースがあるんですが、まあ、ここにいろんなねキャンプの道具入れていただいてもいいと思います。まあ、ポケットもしっかりとあるので、これは使い勝手がいいんじゃないですかね。色もね、このベージュの柔らかい感じがですね、秋冬っぽさも出ていてすごくいいですし、まあ、シャツ上にさらえてきて、まあ、日常で使っていただいてもいいし、その延長線上でキャンプで使っていただいてもすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、キャンプって僕もやるんですけど、何着ていこうか結構迷うんですよね。まあ、そんな時になんか日常の延長線上で着れた方が割と使いやすいかなと思うので、これは皆さんもぜひチェックをしていただきたいなと思います。価格が9990円ということでね、1万円以内で買えるのはかなりいいんじゃないのかなと思います。ベージュもいいけど結構ブラックもいいので、まあ、そちらもぜひチェックしていただければなと思っています。せっかくなんでブラックも着させていただきました。サイズ XL なので結構大胆に大きいんですが、まあ、結構男女兼用で着れるのがムジラボさんの良さなので、割とこれぐらいのワイド感で着るのも悪くないなと思いました。まあ、冬キャンプで重ね着したりするときにはこれぐらいでもいいかなと思うので、腕ちょっとまくりながら、ね、こんな感じで着てもらってもいいんじゃないのかなと思いますね。すごい今っぽいな。なんかね、ドメブラっぽい感じがして、これぐらいのサイズ感もすごくいいんじゃないですかね。ぜひこちらのブラックも合わせてチェックしていただきたいなと思います。ちなみにこちらのカバーオールなんですけど、セットアップ組めるようになっているので、こちらのちょっとこうワイドなシルエットの360度の、ね、ゴムになっていて、こういった感じで合わせてもらってもバランスいいなと思いますね。シルエットもやっぱりこう通常の無印さんに比べるとだいぶワイドに振ってあるので、履くだけで今っぽさがすごく伝わってくるかなと思いますね。で色味はですね、こっちのオリーブもいいですよね。まあ、秋冬っぽいね、こういったアースカラーもすごく雰囲気いいなと思うので、これも履いてみたいですね。ちょっと試着するには僕にはサイズがやや大きいので、今回ボトムスは試着はしないんですけども、これもぜひ皆さん合わせてチェックしていただきたいですね。そしてこちらのカーディガン、これまたすごくいいですね。ちょっとね、こういったものって
物で見るのと着てみた感じってだいぶ雰囲気が変わってくるので、ちょっとこちらも羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみました。いかがでしょうか。これもめちゃくちゃいいっすね。やっぱり先ほどお伝えした通り、単体で見るよりも着た方がより魅力伝わるのがこちらのカーディガンかなと思いますね。肩のラインも結構大胆に落ちてるのがわかるかなと思いますね。デザイン的にやっぱり攻めてますね。デザインはベーシックなんだけども、サイズ感大胆で、そして、まあ、機能性ですよね。こういったものもカーディガンって小綺麗に見えるアイテムなんですけども、割とこうガンガンに T シャツの上に着てアウトドアシーンとかでも使いやすいような素材使いですね。これね、パッと見ではなんかね、高機能な素材感っていうよりは割と上品な見え方してくれるので、すごくね、なんか日常でも使いやすいし、キャンプでそのまま使えるっていうところでもすごくバランスがいいかなと思いますね。サイズね、結構大きめですけど、僕これができるのも結構好きだなと思いますね。かっこいいなぁ。ぜひ皆さんもね、上下ブラックでまとめてもすごくいいと思いますし、まあ、白系のパンツとかでも相性いいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。これもまたいいですね。ちょっとこれまたサイドにこういったポケットがついていて、ディティール的にはちょっとカーゴっぽくも見えるんですけども、色味もいいし、ちょっとオリーブなのかな、カーキオリーブぐらいの色合いですごく上品ですね。先ほどのブラックのカーディガンと合わせる感じもすごく良さそうですね。これは素敵だな。ちょっとワークとかミリタリーのテイスト感じるんですが、素材の質感が上品で、すごくね、大人っぽく見えるので、大人の男性のワイド感のある着こなしっていうのを気軽に試せるのではないかなと思うので、このボトムスもぜひチェックしていただきたいですね。続いてですね、こちらのゾーンに行っていきましょうか。ちょっとね、このようなニット素材のパーカーがあったりですとか、カーディガンですね。カーディガンもね、たっぷりめでまた雰囲気あっていいですよね。先ほどのカーディガンとまた素材感が違うと、だいぶね、見え方が変わってくるかなと思うんですが、ちょっと今季はこのアーバンな感じのね、カーディガン個人的に欲しいなと思ってますね。ニットもいいし、あとこのシャツもいいんですよね。ちょっとこうフランネルっぽい感じのテイストで、なかなか色合いもダークグレーで良くて、まあライトグレーもあり、そしてこのチャコールもあり、僕はこっちのチャコールがちょっと気になっているので着てみたいなと思います。これね、なかなか上品に見えそうですね。着てみましたがどうでしょうか。これもなかなか雰囲気いいですよね。胸にね、ポケットが大きくついているので、シンプルなシャツとはまた違ったアクセントが効いていて、なかなかいいですよね。まあ、ダークグレーのね、すごく上品な質感と、ちょっと見ていただきたいんですが、これめっちゃ伸びるんですよね。なので見た目は上品なシャツなんですけども、すごく楽に着れるという意味では、これもなかなか雰囲気いいですよね。僕はブラックパンツが多いので、ちょっとこのダークグレーと合わせてシックにね、着こなしたいなと思いますね。これもいいな。サイズ今着てるのがこれでL サイズですかね。なかなか雰囲気がいいかなと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてですね、結構場が混んでますので、そのまま着ちゃった状態で登場しましたが、こちらですね、このスウェットなんですけども、まあ、ブルゾン型になっていて、まあ、スタンドカラーだったという感じのアイテムですね。これまた結構なんかもちっとした質感ですごく使い勝手も良さそうなんですけど、重たそうに見えてかなり軽いんですよ。さらりと着れて、なおかつこのクリーンな色味がなかなか素敵だなと思って個人的に気に入りました。これも一応ですね、セットアップで着ることができるんですけど、ちょっと僕には難易度が高いかなと思うので、まあブラック系のパンツ合わせながら、こんな感じで着てみたいなと思いますね。こっちのね、ブラックなんかもパンツあるので、これはこれで単体で使い勝手良さそうですね。タックが入っていて、もちっとした質感と、まあややテーパードかかってんのかな？極端なテーパードではないですが、少し絞られているので、そんなにこう大胆に大きくなりすぎないバランスがなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。このあたりのスウェットもおすすめですね。続いてはですね、このあたりですね、ちょっと冬用のアウターになってきますが、中綿のアウターですね。このあたりも使い勝手良さそうですね。色はこういったブラック系、まあ、ベーシックで使いやすいからと、あとはこちらオリーブ色ですね。すごく使いやすそうな色ですね。個人的にはこのようなノーカラーのスッキリとしたアウター大好きで、まあ秋の後半ぐらいだとこれ一番上に持ってきてもいいと思いますし、もうちょっと季節進んだら上にコート着てもバランスがいいかなと思うので、
すごく好きなアイテムなんですけども、個人的にはこっちの色ですね。このね、ちょっとグリーン味がかった色味がいいなと思ったので、ちょっとこちらを着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これもね、着た感じめちゃくちゃ軽いんですよね。で、中綿の素材で表面に撥水加工が効いているので、ちゃんとね、この防水性があって、まあ、しっかりと水を弾いてくれるので、その点も使いやすいかなと思いますね。うん、こう縦に走るこうね、ラインのような感じも、やぼったく見えないので、なかなかバランスもいいし、グリーンの色味も含めてすごくバランスがいいので、これもそのまま欲しいなと思うぐらいですね、完成度が高いアイテムですね。まあ、ブラックもありますが、皆さんはどっちがお好みでしょうか。個人的にはこの襟型がスッキリとしたこのね、中綿のアウターはぜひ冬に向けて欲しいなと思うので、皆さんもチェックしていただきたいなと思います。ラストダウンですね。このあたりもですね、丈の違いで2つ用意していまして、こちらが割とこう短丈系のダウンになっていまして、スッキリとしてるんですね。フードの立ち上がりがいいので、これもね、1枚で3枚になりそうな雰囲気ですね。なんかがっつりダウン入ってるって感じじゃなくて、着膨れ感がないんだけどもワイド感が漂うようなね、そういったシルエットはすごくバランスがいいなと思いますね。そして個人的にはこっちのちょっと丈の長い感じのこのアウターがね、なかなかバランスがいいなと思いますね。ちょっと羽織ってみましょうか。はい、着てみましたがどうでしょうか。これもまたね、ダウンのカジュアルさが漂いながらも、丈長いのでコートのような上品さがまた漂っていて、なかなかバランスいいなと思いますね。丈長いので重たいと思いつつ、やっぱり軽量性も抜群なので着ていて楽ですね。肩のラインも落ちていて、今ねもうまさに真夏なのでめちゃくちゃ暑いんですけど、これも使い勝手良さそうですね。色ね、ブラックとベージュあるんですが、個人的にはブラック推しですかね。こっちのすごく使い勝手いいかなと思うので、ちょっとトレンド感のあるシルエットのね、ダウンコート欲しい方はこちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではですね、ムジラボさんの秋冬の新作のですね、展示会にお邪魔させていただきまして、皆さん実際に着ながらですね、解説をさせていただきました。今回もですね、結構限られたスペースで、ワイワイとやらせていただいたわけなんですが、冒頭からいろんなハプニングもありつつ、いろんな、ね、方とも交流ができてとても嬉しかったなと思っています。ぜひ皆さんもね、オンラインですとか店頭で商品をチェックしながらですね、気に入ったものを、着ていただきたいなというふうに思っています。まあ、これからも本当に無印さんの新作楽しみですね。まあ、いつも以上にサイズ感が、ワイドに振ってあって、なおかつトレンド感強めのものもですね、インライン、そしてムジラボさん含めてすごく増えてくるかなと思うので、今後も楽しみにしていただければと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。